スモールさんインターネットラジオ。こちらは中小企業サポートネットワークスモールさんがお届けするインターネットラジオです。スモールさんでは現在1600名に上る中小企業経営者が専門家と共に学び成長しています。お聞きの皆様もまだの方はぜひお仲間になってください。さて本日の放送は、メンソーレゼミ沖縄。メンソーレとは沖縄方言で古語のマイリソーレが変化した言葉と言われており、いらっしゃいませという意味です。ゼミ沖縄では沖縄のさまざまな情報を発信するとともに、沖縄のおもてなしの心メンソーレをもって番組をお聞きの皆様方に語りかけてまいりたく思います。本日のゲストは、ゼミ沖縄のゼミ長もしていただいております株式会社マルチュー代表取締役木納智勝さん、もうお一方前田電気工事株式会社代表取締役社長前田一郎さんにお越しいただいております。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあ自己紹介から、まあ、早速ですけれども、じゃあ木納社長からお願いいたします。はい、こんにちは。こんにちは。はい、ただいまご紹介いただきました株式会社マルチューの、木納智勝と申します。仕事の方はですね、人の心と心を結ぶきれいの伝道師という、コンセプトでですね、きれい作りの仕事をさせてもらっています。レンタルマットであったり、あるいはモップ、トイレ関係の商品を、取り扱い、そして、床のですね、最近はコーティングというものを取り入れてですね、きれいということをテーマに、いろんな仕事をさせてもらっております。どうぞ今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。木納ゼミ長はですね、このゼミ沖縄立ち上がりの時からゼミ長としてご活躍、一生懸命みんなをこう引っ張っていただいてます。なんかちょっと緊張してる感じがしますけど、気のせいですか？ちょっと緊張しております。はい、はいはい、すいません。あと、お一方ですね、前田社長はゼミ、沖縄第一期からですね、我々と一緒にこう盛り上げていただいてます。じゃあ前田社長よろしくお願いいたします。はい、前田電気工事の前田一郎です。私の会社は私の父親が、創業者として、作った会社で、52年目になります。で、私が社長を引き継いでから、15年ほどになります。電気工事、はい、まあ、建物の、電気照明器具ですとか、そういうものをつけたり、まあ、新築の時やったり、最近多いのはですね、工場とか、はい、店舗の LED、省エネの LED の交換とか、そういうものが多いですね。あとはうちの会社で強いのは国道、道路のですね、はい、照明関係の、ランプの交換であったり、そういった、公共工事も、やっています。はいはい、今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、お二人ともですね、このスモールさんゼミ以外でもですね、中小企業家同友会とかいろんな勉強会で沖縄を引っ張っていかれている経営者ですので、今日の話は非常にこう楽しみにしております。はい、番組はまだまだ続きます。発明など知的創作活動の多くは実は中小企業によるものです。そんな中小企業の知的財産を企業と共に守りたい。日本経済の担い手、技術立国の立役者、ひたむきにメイドインジャパンを支える中小企業を私たちは心から応援します。パワーオブイマジネーション、方針国際特許事務所。メンソーレゼミ沖縄。本日のゲストは株式会社マルチュー代表取締役木納智勝様、もう一方前田電気工事株式会社代表取締役社長前田一郎さんにお越しいただいてます。木納社長は、ゼミ長として我々を引っ張っていただいておりまして、前田社長もですね、第一期から、我々と共にこうゼミ沖縄を盛り上げていただいてます。はい、今、少し話してたんですけども、やっぱり経営者は経営の話すると楽しいなって話をちょうど今前田社長としてたので、じゃあ経営の話、面白い話いろいろしていきましょうか。まあ木納社長とも
は長いお付き合いをさせてもらってますけども、いろんな勉強会であったり、プライベートであったり、はい、いろんな話の中でやっぱり自分の会社を良くしたいとか、うん、社員さんを幸せにしたいとか、はい、こう夢を叶えたいとか、うん、でそのために会社どうしたいとか、はい、いう話、まあ、経営者が経営の話、うん、自社の話、うん、他の会社の話、どんなことを考えてるのか、うん、どういうところを見てるのとか、はい、でそういうこの本当に経営者が経営の話をするのは、うん、やっぱ楽しいよなと。本当楽しいですよね。楽しいですね。うん、楽しい。あれですよね、まあ、我々さんにも共通するのがある沖縄のこう特にこのミッションとかそういうのを決める会社にこう学んでるっていうところも共通で、うん、ってんですけども、うん、そこら辺前田社長は、まあ、失礼ながら M ですよね。M じゃなくて僕はド M だと思います。ド M、 ドがつくんですね。はい、はい、もうぜひド M の話も教えてもらいたいなと思うんですけど。私のド M の話、まあね、経営者の大事な一つのなんていうかな要素というか、うん、自分を律するという部分ではやっぱり、まあ、M とか M じゃないとかって話じゃなくて、うん、やっぱり自分を律するということはこうね、こうきちんとしないといけないというか、はい、このやっぱり遊びたいし、うんうん、酒飲みたいし、はい、寝ていたいし、うん、楽したいけども、はい、やっぱり経営者としてきちんと姿勢を正さないといけないな、うん、正さないといけないというのは常に思っています。うん、本当ですよね。そういう意味では木名社長もやっぱりそういった厳しい研修にたくさん自ら進んでいかれるってことはやっぱり経営者はやっぱりそういった M、ド M、 僕の場合は修行みたいな、まあ、空手もやってるからそういった感覚です。みんなありますよね。ありますね。はい、やはり今前田社長がおっしゃったようにね、やっぱり経営者がやっぱり社員さんに後ろ姿を見せないとですね、はい、やっぱり組織っていうのはうまく、うん、回っていかないというか、はい、いかないだろうなと思いますし、うん、まあ、そのためにやっぱり経営者が自分を律してですね、はい、未来のありたい姿、うん、なりたい姿に向かって、うん、一歩一歩、着実に歩んでるっていう姿をね、はい、まあ、後ろ姿で見せる、うん、まあ、そこはもう何より大切だろうなと思いますね。そうですね、うん、そういう意味で例えば木名社長がどんな後ろ姿を見せたい、もしくは見せてるっていうのはどういったところありますか。うん、まずはですね、会社経営としては言ったことは必ずこう実践していくと、うん、はい、うん、いうところですよね。その中で日常の中で、まあ、朝会社に早く行くと、はい、決めたら、まあ、それはもう徹底して、うん、守っていくと、はい、前の日に遅くまで飲んでても、はい、そうですね、朝はきちっと6時には会社にいると、はい、涼しい顔をして、はい、二日酔いの顔をせずに、仕事を始めると、はい、いうこととかですね。なるほど、まあ、そういうところはやっぱりこう自分を律するという意味では大切だと思いますし、はい、で何よりも大切なのはね、会社の方向性、はい、そうですね、まあ、そこをこうしっかりいつも明らかにするというか示してですね、はい、でそこにこう一歩一歩進んでいくんだっていうね、うん、姿勢はやっぱりこう見せるところがね大切だろうなと思いますね。そうですよね、うん、僕は木名社長すごくいつもご尊敬申し上げるのが、今もさらっと言いましたけど朝6時、ね、6時って結構早いですよね、うん、はい、7時とかっていう経営者いますけど、6時はそれを継続されるのすごいと思いますし、本当に有言実行の社長で、先ほど前田さんと2人ちょっと話したんですけども、僕らの年代に近い人の中で間違いなく沖縄の次のリーダー木名社長だよねなんて話したんですね。いやもうありがとうございます。ぜひよろしくお願いします。でも木名さんとっても厳しい人ですよ、はい、自分に厳しいから。うんうんうん、そうですね、だから人に対してもとても厳しい、うん、まあ、それはとても感謝してることでもあるし、はい、参考になるし、うんうん、直言してくれますので、そういう意味ではとても感謝してます。なるほどですね。ぜひまたお二人から教えてもらいたいのは、うん、本音トークをもうガチガチにやる勉強会お二人、うん、 そうですね、そこでも、ね、仲間でいますので、そこら辺のエピソードなんかあれば教えてください。ぜひ会長ですから、はい、今私が会長をさせてもらってるんですけどね、はい、まあ経営の研究会ということで12名のメンバーなんですけどね、はい、毎月ですね、一度集まって決算書をお互いこう見せ合うと、はい、でもう嘘がつけないようなね、うん、数字はもうね嘘つかないですから。そうですよね。その数字に基づいて、自分ところの会社の課題をこうプレゼンして、はい、そしてこうどういう手を打っていくのかということをこうプレゼンするわけですね、はい、でそれに対して他のメンバーから意見や質問があったり、うん、時には直言って言ってですね、それじゃいかんだろうというような、
言葉も飛んでくるわけですね。なるほど。まあ、そういう本気でですね、本音でこう関わる、うん、異業種の経営者の勉強会を毎月1回、はい、やっております。なるほど。まあ、その中でもいろんなねエピソードがあって、はい、まあ、私は実はこの会にですね入るときに、はい、なかなかこう入れてもらえなくてもう本当にこう敷居が高いというか、はい、何のために入るんだとこの会にね、うん、当時いた先輩方にいじめられましたです、はい、あ、そうなんですか。先輩って言っても年は私より下ですよ、はい、俺俺、うん、本当ですか。そういうことね。それが僕はその前に僕が会に入ってましたので、今ねゼミ長がさらっと言いましたけど、時にはじゃなくてもう日々ですよね。ガン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 言い合ってるの。日々ですね、はい、はい、前田さんじゃその先輩だったんですね。あの会には私はその研究会には先に入っていたんですけども、はい、あのまあ木名さんずっと私の会社、うん、数字も何もかも見てますので、うん、もうこの人の前で嘘つけないですけども、はい、いい時も悪い時もありますから、あの悪い時にはそういう本音の会には行きたくないし、そうですよね、朝早いので前の日飲んで二日酔いだったり、はい、調子悪かったり、うんうん、で会社の数字も良くない、うん、その時にはまあいい手を打ってないから悪い結果になってるわけであって、はい、でその悪いところを指摘されるとやっぱ辛いし、うん、面白くないし、うん、やめたいと思うし、そういう意味ではそういうことを乗り越えてきたので、うん、今、まあ、割とこう、うん、経営というかこうなんていうかな、地に足がついたというか、はい、こう未来が見えるというか、ね、うん、そういうことが少しずつできてきてるのかなという気はします、はい。あの当然ながらお二人の会社今すごくあの業績もいいと思うんですけども、その悪かった時どんなことを言われたとか、そこら辺ぜひ聞きたいですね。もうそれはもう生き方というかもう姿勢ですよ、はい、あ姿勢、姿勢、数字のことよりも姿勢、よりも姿勢ですよ、経営者としてのありようですよね、うん、なるほど。例えば具体的にどんなこと言われたことも覚えてますか。私は本当にだらしない経営者というかだらしない社長でしたので、うん、今言うようにお酒飲んで会社に、はい、遅刻するとか、うん、そういうこともありました。なるほど。ありました。で、それこそ言ったのにやらないとか、うんうん、そういった約束をきちんと守らなかったり、うん、そういうところがありましたので、まあ、あることがきっかけでそれはもう直したんですけども、はい、それから会社の業績っていうのは良くなりましたよね。なるほどね。やっぱり社長が変わることによってしか会社やっぱり変わらないですよね、うん、トップだと思います、ね、そうですよね。あと前田さん弟さんも確か会社にいらっしゃって、はい、その弟さんからも本音トークバチンってぶつけていただけるって話聞いたことありますか。一番厳しいのはですね、私の弟だと思いますし、はい、うちの幹部だと思いますね。いいですね。あの私が結構イケイケの人なので、はい、それにブレーキをかけてくれるのはうちの幹部ですし、私の弟は一番ある意味でやかましいですけども、はい、僕は感謝してるし、はい、ありがたいなと思っています。いいですね。なかなか兄弟もしくは親子っていうのはすごく良くなるかすごく悪くなるかって言われててまた悪くなる方のが大半なんですよね、うん、もう良くなっていく方って少ないと思うんですが、やっぱりその本音トークができるようになったっていうのは どれぐらい何年前ぐらいからですか。やっぱりどうだろう、まあ 5,6 年前からだと思うんですけども、うんうん、逆にその辺私と弟のことは木名さんもよく知ってるので、うん、逆にそうですね、木名社長から見ててそうです、ね、どんな感じなんでしょうか、うん、前田社長はですね、まあ、もう少しこう具体的な話をすると、こんな事業なんか新規事業なんかやらない方がいいよとなるほど。我々の勉強会の中で言った事業があってですね、はい、それをやったんですよ、はい、で結局何千万のね、はい、赤字を出して、はい、撤退を余儀なくされたわけです。なるほど。3年ぐらいやったのかな。2年か3年ぐらいやってですね、はい、でそこでやっぱりこう大きな事業料を払ってですね、はい、まあ、そこから学んだものも大きかったと思いますね、うん、まず一つはね。なるほど。それと今 あの弟志郎さんとの関係についてはですね、はい、まあ、この一緒に研修する中で、うん、海外に行ってね、はい、自社のことを考えようという研修があってですね、うん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 、そこにこう一郎さんと前田社長とそれから弟の志郎さんが一緒に行ってですね、はいはい、同じ時間同じ場所で同じものを見たり、はい、考えたりする、うん、まあ、そういう時間を共有できてですね、カチッとこう、ね、スクラムっていうかこう方向性がピタッとあったっていうか、はい、それでこう弟さんの方はもうナンバー2に徹すると、うん、なるほどですね。そこでこう腹をくくって彼もやるっていうところからですね、はい、まあ、今も一郎さんがこう方向性を示して、うん、彼がこう現場を動かしていくっていうね、はい、まあ、そういうスタイルになってきて、それがこう旗から見てもですね、うん、
素晴らしいし、はい、でこの弟さんもものすごく今、成長してるなっていうのをね、あ、私自身見てて、感じますね。なるほどですね、うん、やっぱり今、木名社長おっしゃられたように、弟が役割に徹していく、このマインド的なもの、精神的なものを一生懸命、学んだとしても、その上に役割責任が多分ないとうまくいかないと思うんですよね。ですね。厚かったとしても方向が南と北で分かれてればダメだと思いますし、そこら辺が ある上でこの役割責任もねきっちりされてる、ね、お互いが認識されるってさすがですね。業績いいですから。やっぱりそうですよね。方向性がやっぱりそこに同じところに向かないと業績なんか良くならないんですよね。いかがですか。いや、あのでもね、まあ、いろんな例えば、うん、なんていうのかな、あの経営の質とか、はい、あのレベルとかっていう話の中で、うん、例えば私が自社で今実践していることだとか、うちの会社でもこうなんですよっていう話を、うんうん、例えばするじゃないですか、はい、散歩先にね、もう木名社長は行ってるんですよ。ですね。散歩先、はい、あ、またこの人に僕は追いつかないといけない、うんうん、この人の真似しなくちゃいけない、はい、この人にこう、まあ、よくやったって言ってくれるかどうか分かりませんけども、はい、こうお互いにね、うん、あの経営者としてこう、はい、お互いよく頑張ってるよなとか、そういうことをね言い合える仲間だですし、なるほど、その目指すところの人が木名社長なので、はい、そういう人がいる方いることも僕は感謝しています。なるほどですね。じゃあ後半は木名社長にちょっと突っ込み入れてみましょうか。はい、番組はまだまだ続きます。キッチンやバスルームだけでなく、リビングやベッドルームにもアート作品のようにタイルが住空間を彩ります。札幌、仙台、東京、静岡、名古屋、大阪、広島、福岡と全国8カ所にショールームがあります。見て、来て、触って、選んでください。タイルをアートに、名古屋モザイク。メンソーレゼミ沖縄。本日のゲストは株式会社マルチュー代表取締役木名友勝さん、そして前田電気工事株式会社代表取締役社長前田一郎さんにお越しいただいております。はい、これからちょっと木名社長のツッコミを入れようと思うんですが、その前に前振りでですね、お二人に共通しているお話で、社員とともに経営計画をされる一泊合宿の話、ね、ぜひ前田社長そこら辺の紹介も含めてお願いします。はい、あの決算の前に新しい期が始まる前にですね、はい、全社員で一泊の合宿をするんです。はい、次の期の計画を作ったり数字を作ったりする合宿なんですけども、はい、2日間のメニューの中で、2日間社員と何をしていいか分からなかったもんですから、はい、外注をしました。あ、なるほど。コンサル会社に外注をして、5年間、はい、やってもらったんです。でこれは前田電気工事は前田電気工事の合宿、うん、マルチューさんはマルチューさんの合宿っていうのが別個にあって、はい、で、5年間も終わったので、はい、社員さんから社長もやってくださいと、なるほど、言われて2日間やったんですよ。これ2年やったんです。はい、で私は自分で、ああよくやったなと思ったので、うん、木名社長にお話をしたんですね。はい、実は自分でやったんです、うん、そしたらなんと木名社長は、えうちもやったけども、はい、うちは全部社員がやったよと。すごいですね。社員が考えて全部やったよと、社長何してたんですかって聞いたら、後ろでコーヒー飲んでたって言ってましたから、はい、そういう意味で尊敬する人なんですよ。すっごいですね。はい、あの僕ですね、この間ワールドビジネスサテライト、ね、あの経済番組もやりますよね、あれ見てたらチームコーチングの話がつい先週ぐらい出てたんですね。で何かっていうと、やっぱ会社側からあの目標だったりとかっていうのを落とすんじゃなくて、やっぱり現場からボトムアップをさせながら会社の問題点と共通していきながら、やっぱり現場からのこのボトムアップによっての、じゃあ何を具体的に実践するのかっていうのを決めながらやっていく、もう今の時代もそれが一番だっていうような話があったので、今それすごく思い出したんですね。社員が自ら、そういった合宿や目標設定していくって、どんな形で何年ぐらいでこうできるようになったんですか。はい、今前田社長がおっしゃったようにね、はい、うちもこう一泊研修、まあ、経営計画を作るね、はい、合宿してるんですけども、もう13年14年ぐらいになると思うんですね、これ初めて、はい、なるほど。
で一番最初から私は、外注はせずに、当初は私がこの2日間のカリキュラムを作ってですね、はい、まあ、理念浸透の時間だとか、うん、で来年のこう戦略を決めようとか、うん、はい、あるいはこう部門の計画、うん、個人の目標を決めようというようなことをずっとこう数年重ねてきたんですけどね、はい、まあ、面白いところでは、最近ちょっと、これは5年ぐらい前ですかね、アニメのワンピースありますよね。 あります。あれはやっぱりうちの社員の若い人たちは、はい、興味あります。好きですから、はい、研修の前にですね、はい、このワンピースの劇場版を全員で見て、はい、面白い、ただ見るんじゃなくて、はい、テーマを与えてですね、本気っていうのはどういうことかとか、仲間を大切にするっていうのはどういうことかとか、はい、でチームワークっていうのはね、本当どういうの、リーダーシップとはどうなのっていうのをテーマを与えて見てもらうんですよ、はい、なるほど。そうすると見る、ね、視点が変わって面白かったんですね。なるほどですね。で見てどうだったっていうことをグループ討論までやった後に、はい、本題に入っていったんですよ。そうすると2日間盛り上がったりです、ね、あ、これも僕すごくイメージできました、盛り上がりますね。これは うちはそれを聞いたのでうちもやりました、うん、あ、そのままパクってやりました。多分我々より少し上の年代だったら八甲田さんでもいいかもしれませんけど、ね、その下になるとやっぱワンピースの方が馴染みますね。だと思います。さすがアレンジされてらっしゃいますね。そういうことをやったりとかですね、まあ、最近ここ3年ぐらいはですね、はい、逆にこうもう課題を出してですね、この経営課題があるよねと、はい、この課題に対してどう取り組んだ方がいいと思うかっていうことをこうリーダーに幹部の皆さんにね、はい、問いかけをしてですね、はい、この課題に取り組むためにはどういうことをやった方がいいかというこの2日間のメニューを自分たちで考えてみてよということをやってみたんですよ。なるほど。ちょっと私が忙しかったのもあって任せたんですよ、はい、うん、そうするとですね、このその結果、やった結果ですね、はい、彼らが作ったカリキュラムをやっていった結果、これは私がカリキュラムを作ってやるよりなんかうまくいってるなと。すごい、ね、やっぱりね、人は自ら決めて、はい、自ら行うことの方が生き生きするんですよ。なるほど。絶対そうですね、うん、そう思います、うん、それをものすごく感じてですね、はい、それをもう体感したもんですから、うん、その年からはもう皆さんで考えてねと。なるほどですね。で経営計画のこの数字の方も、はい、各部門の数字をこう合わせて、ね、はい、お買い上げだか、まあ、売り上げですね、うん、はトータルでいくらかなと。はい、もちろん組み立ては利益からやっていくんですけど、必要利益から組み立てていくんですけどね、では調整、最後の調整するときにはもう各部門間で調整してちょうだいね、はい、私はもう一切口です。すごい。ちょっと一つ突っ込んで聞いていいですか、はい、僕もですね、いろいろ企業にアドバイスするときにいつも申し上げるのが、例えば戦略の例えば、度合いというか点数、仮に100点だっていう戦略があったとしても、社員のかけるやる気、うんうん、それがゼロだと結局ゼロになりますよ。ですね、だそことの2つの掛け算ですとお話を申し上げるんですね、うんうん、今のお話をお伺いして、多分社員のやる気ってすごい点数上がると思いますが、うんうん、正直なところ経営者としてこの戦略の良し悪しの点数っていうのは、うんうん、多分我慢じゃないかなっていう気もするんですよ、うんうん、でそこからだんだん引き上がってくるのかなっていう気もするんですけど、はい、その点で見るといかがですか。もちろん待つっていうね、うん、姿勢も大切だと思うんですね、はい、いきなりいいものはできないでしょうし、うん、高い目標も達成できないですよね、はい、で毎年毎年私がやるのはですね、方針は出します。あ、来年度はこの方針でいくのと、はい、この方針はうちの会、我が社の経営理念から考えた方針ですと、うん、なるほど。その解説文は毎年出して、はい、これを、4月の、まあ、6月が決算ですから4月中にはこれを発表します、はい、なるほどですね。で5月にリーダーの皆さんに考えてもらって、5月の中旬ぐらいに合宿をするんですね。なるほど。で合宿をして数字をこう作ったり、部門の方針を作ったりとか、はい、そういうことはもう全て任せて、なるほど、そのための合宿のメニューも全てお任せと。なるほどですね。いう流れですね。なるほど。社員さんがこう考えて、自ら考えて自ら企画してっていうやり始めたのは大体もうどれぐらい経つんですか。3年ぐらいですね。3年、はい、ああじゃあもうかなり、うん、まあそうですね、浸透し始めたことでしょうね、ですから結果の方もやっぱりその頃から良くなってきてはいますよね、はい、やっぱりトップダウンでやるよりも今ね、はい、知念さんがおっしゃったようにボトムアップの方がやっぱり人間ってもともと自発性、はい、自発的な生き物なんで、はい、言われてやるよりは、うん、自ら考えて、絶対そうですね、自ら決めてね、はい、やった方が
うまくいきますよね。なるほどですね。それをこうそばでずっと見てらっしゃる前田社長はどんな感じですか？あの僕は経営者が決めるものが戦略で、はい、戦術というのは社員さんに決めてもらってるんです。なるほど。でやり始めの頃っていうのは全部作った私が、はい、数字も、はい、方向性も、うん、日々やるべきことも全部僕が決めた、はい、なのでこれは社長の計画でしょ、うん、うまくいかないんですよ。確かにうまくいかない。そうですね。その数字の中に自分たち の, あの例えば商用だとか、はい、そういう自分に身にかかることが入ってると、うん、俺たちの計画になるし、そうですね、日々彼らが決めた先日の部分、うん、彼らに決めてもらうと、はい、俺たちの計画になるし、うん、そうなると社長の計画じゃなくて、はい、俺たちの計画になるから、うんうん、俺たちの計画には向かうし、はい、貪欲になるし、うん、絶対達成しようって自分たちから言うし、はい、それは一緒です。それはなるほどね。やっぱりこうね、今本当にお二人の共通で俺たちのっていうことにしてあげることですよね、うん、それはね、会社の目標と自分たちの目標、うん、自分の夢とか、はい、それをつなげることっていうのは経営者としてとても大事だなと思ってるし、なるほどですね、それはもうマルチューさんも徹底してされてますから、はい、それは参考にさせてもらってますね。もうすごく僕も共鳴します。もう一つちょっとツッコミ入れていいですか？もう一つの輪っかがつながらないといけないのは今度お客さんに対するお役立ちのところだと思うんですが、はい、そこら辺っていうのはどのように結びつけてらっしゃいますか？リンクさせるというか、ここはやはり我々は、うん、きれい作りが仕事ですから、はい、うんうん、我々の理念の中にお得意様の幸せと発展のお手伝いをしますと、はい、いうことを掲げてますから。なるほど。その理念の実践をするためには何をするのと考えてね、はい、いうことはもう常に伝えてますから、はい、やっぱお得意様の幸せ作りっていうこと、うん、最近はですね、言葉も大切で、満足じゃないよ、幸せだよと。あ、大切ですね、うん、満足っていうのはもっと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 なんですよ、うん、幸せっていうのは小さなことにも感じれるし、はい、うん、繰り返しが効くんですけどね。なるほど。まあ、その言葉も大切にしてですね、うん、満足は追うなと、幸せ価値を追っていく、はい、あ、それお得意様の幸せ価値を追うなと、うん、大切ですね。なるほど。前田社長のところはどのようにつなげていきますか、言ってますか？やっぱり手法というか順番は一緒ですよね、うん、会社の経営理念があって、はい、人の役に立ち、うん、社会から必要とされる企業になりますと、うん、ありますので、それはじゃあ我が社にとってどういう意味、はい、この現場にとってどういう意味、うん、このお客さんにとってどういう意味、はい、ということを自分で考えないと、うん、答えはたくさんありますから。本当ですね。一つ一つノウハウでこの時はこうしなさいって間に合わないです、うん、おっしゃる通りですね。やっぱりこの社員から自発的にこういった理念も含めてその実践という形で絡まっていくと、自然にそれお客さん出てきますもんね。そうですね。なるほどですね。ですからうちの会社もう一つ言うとですね、はい、会議、前は業績検討会議とか、はい、業績対策会議とかって言ってたんですけど、今はその名称がですね、はいはい、幸せづくり学会と言うんですよ。あ、学会、すごい面白い幸せづくり学会。だからお得意様にどういう幸せを提供したのっていうのをみんなで出し合うんですよ。はい、数字の話なんか一切しないです。いいですね。それで最後に築地 の, 損益計算書を私が報告して終わりです、はい、なるほどですね。僕今すごくイメージできたのが、その幸せがすごく、幸せ作りが大きければ大きいほど多分業績にすごく連動し始めてるじゃないですか。プロセスですか？ですよね。得意な、得意なプロセスですか？これ作れる会社って僕相当レベル高いと思います、うん、やっぱりいくつかステップ踏みながらそれができるっていう形ですよね。すごいですね。そう思います、はあ、前田社長から見て木下社長の会社どのように見えますか？だから散歩先歩いてるんですよ。なるほどちょっと行き過ぎですね。まあまあ、でもね、私はそういうふうに目標があるということは大事だと思ってるので、はい、どんどん前行ってくださいと。なるほどですね。ということは思っています。そうですね、はい、じゃあ我々は木下社長しっかり追いかけて、木下社長は我々に追いつかれないようにという形でやっていただかないといけないですね楽しみですね。そうですね、お互いね、はい、やっぱり目的は、うん、いい社会を作っていくことですからね、はい、沖縄を良くして、ね、日本を元気にする、はい、そういう目標のために頑張っていきます。そうですね、はい、このスモールさんゼミ、ぜひこれで盛り上げていきながら、ね、ゼミ会員もですね、はい、我々と一緒にこうみんなで引き上がっていくように持っていきましょう、はいはい、番組はまだまだ続きます。スモールさん会員にインタビューしました。会員2年目、千葉ゼミ所属の方です。
スモールさんに入会してよかったと思えたことは、当社とそれからスモールさんのゼミ会員の方と4社で協業で、カンボジアに法人を設立することができたことです。これによって、千葉県内での、ビジネスイメージから、グローバルな視点を持てることになりましたので、もう本当にこれはスモールさんのおかげだと思っております。経営者のための知的サポートネットワークスモールさん。メンソーレゼミ沖縄、本日のゲストは株式会社マルチュー代表取締役喜納智勝様、もう お一方前田電気工事株式会社代表取締役社長前田一郎さんにお越しいただいております。はい、喜納社長はですね、スモールさんゼミ沖縄のゼミ長として第1期から我々を引っ張っていただいてます。で、前田社長におかれましても、第1期からですね、共にゼミを盛り上げていただいてます。もう先ほどからですね、熱い話がこうたくさん飛び出してきましたけれども、今度はぜひその延長線上で、当然沖縄を良くしたいとか地域を良くしたいとか、そういったところにつながってくると思うんですけども、うん、そこら辺は、例えば喜納ゼミ長いかにお考えですか。やはり我々はきれいづくりを通して幸せな社会づくりに貢献しますという理念がありますので、やはり幸せな社会っていうのはやっぱり幸せな人が増えていくことだと考えてますので、そのために自分たちがやらないといけないことは何なのということを常にこう追求していくと、そういう意味では日々できる社会貢献もありますし、自分たちの会社が成長することで貢献できることもあります。具体的に言うと、子どもたちと一緒にですね、学校のトイレの掃除をしたりとか、それをこうもう10年近く続けてますので、そういう具体的な、貢献とかもあります、それ以外にはやはりお得意様を通してですね、お得意様の幸せが、幸せな会社が増えれば、いい社会につながっていくと。本当そうですね。そういうところからやっぱりこう我々は中小小規模企業の集まりであっても、やっぱり力は一社一社一人一人は小さいかもしれない、それを合わせれば、社会をこう良くしていく力になるよっていうのをね、発信していきたいなと思ってますし、なるほどですね。その辺をまたスモールさんでもね、ゼミ沖縄でも共有して、一緒にやっていく同士がね、増えていけばいいなと思ってますね。本当ですね、本当にその通りに思います。前田社長いかがですか。やっぱりですね、会社の中心というか基本というか大事なところっていうのは、社員さんの幸せだと思うんです。で、私が常日頃言ってるのは、皆さんの生活だとか、皆さんの家族だとか、それが中心であって、会社の都合で仕事なんかしなくていいって言ってますし、皆さんの夢を叶えること、人生の豊かにする、僕は会社は道具であっていいとはっきり言ってるんですね。なるほど。なので、やっぱり皆さんの幸せ、だから今僕がいつも考えてることは、どうやったら喜ぶかなとか、社員の皆さんがですよ。いいですね。どんなしたら喜ぶかなということをよく考えるんです、で、それが伝わると、今度は彼らがお客さんのことを考えてくれるので。本当ですね。あんまりお客さんということは最近はあんまり言わなくなりました。言いますけど、少なくなりました。ちょうどですね、僕今 あのお話で思い出したのが、平成3年ですかね、僕が東京で僕勤めたんですが、その時に言われてた言葉が顧客第一主義ってすごく言われて教えられた。そうでしたよね、で、それからですね、よく覚えてますよ。平成4年から、CSCS 顧客満足って言われたんです。で、面白いですよ、その翌年何が言われたかっていうと ES って言われてきて、CS 顧客満足は結局雇用者満足がなければ実現できないっていう話で、もう本当にこの3年間で顧客第一主義、CSES というふうに変わってきて、ただその後からあんまりこう標語みたいなのがあんまりこう意識されなかったんですが、多分もう本当に今社長もおっしゃられたように、顧客は社員を一生懸命こう満足させて、これのは喜納社長が今やられているように、社員自らが自発的に会社を作っていくと、結局その中でお客様満足が当然実践されていくので、会社の業績も上がっていくって、聞けば当たり前かもしれないけど、すっごい難しい。ただでも社員満足っていうのは、給料をただ単に上げるとか、そういうことじゃなくて、厳しい時にはその厳しいことも言うし、お前間違ってるよということはきちんと言わないと、ダラダラした会社になってしまうので、その辺は気をつけてますけどね。なるほどですね。
もうもっともっと話したいんですが、うん、番組もそろそろ終わりの頃なので、最後に前田社長、はい、俺はこういう会社にしたいってことをおっしゃって教えてもらっていいですか。こういう会社というか、やっぱり社員さんがこの会社、うん、まあ自分のね、はい、子供たち、うん、親戚を入れたいと。なぜならば、うん、うちの会社には私以外にこういうスタッフがいて、はい、彼らにうちの子供、うちの親戚を、うん、まあ、育ててもらいたいと、いろんなことを教えてほしいと。いいですね。いうような会社になったらいいなと思います。なるほど。もう会社でありながら自分たちの子育て、自分たちの子供たちの幸せを作れる。いいですね。今日はありがとうございます。ありがとうございました。じゃあ次、木名ゼミ長お願いします。はいはい、まあ、本当に、社会から必要とされるですね、はい、人と組織作りって私いつも言うんですけど、やっぱり、社員さんが主役の会社で、社員さんとその家族の幸せを実現できるようなね、はい、でその幸せ価値をこう追求していくような、はい、会社、そして、組織、はい、作っていって、50年100年と続くような、はい、うちも創業40年なんですよ。ああ、すごい、50年100年と続くようなね、はい、組織を作っていきたいですね。はい、ありがとうございます。はい、もう今木名社長の言葉で思い出したのが、価値ということで、勝ち負けの価値じゃなくて価値のある勝ち組ですね。バリューのですね。バリューですよね。はい、ああいいですね。もう改めて木名ゼミ長前田社長と一緒にこのスモールサンゼミ沖縄ですね、学べるっていうことが幸せだなって今思っています。ぜひこれからもですね、スモールサンゼミ、今第3期ですけれども、第5期、10期、20期と続けていきますように、はい、一緒に、自分の会社、そして沖縄を作っていただきますように、これからもどうぞよろしくお願いします。はい、今日はありがとうございました。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。